ですよね。よっしゃ、クソマジでできない。はい、皆さんこんにちは、シモンです。僕は今、長野の野沢ってとこに来てます。で、まあ、なぜね、こんな雪山に来てるかっていうと、もちろん、スノボをしに来ました。で、寒い想定で来たんですけども、全然寒くなくて、めっちゃ雨降ってますね。で、こちら見てわかる通り、もう、べちょべちょです。まあ、スキー場はね、もっと標高高いんで、そこには雪があることを祈りましょう。今回はね、今シーズン初なんで、去年の分をね、取り戻しつつ、今回はレールにちょっとフォーカスして、レールとかレッジ系を練習しようと思います。まあ、去年もちょっとやったんですけども、そんな上手くないんで、まあ、スケーターが1日レールとかを練習したらどんぐらい上手くなるのかやっていきましょう。雨がやばいですね。一個のところ集中して攻める前にバーって軽く流して、軽くレッジとかやったりジャンプ台をしたりしようと思います。では行きましょう。難しいですか、それって。頑張ってください。グリーンスクリーンで抜けそうな人いた。わお、皆さん見てください、この感じ。もう全然天気びしょびしょ、めっちゃ曇ってるし雨降ってるし最悪だわ本当。スキー場で食うチョコレートは格別よ。まあ、天気はねだいぶ微妙で、あったかいんで雪もねベトベトで全然進まないんですけれども、まあ、こういう時はね、まあ、バーって滑っても、まあ、全く面白くないんで、レッジとかねレールを練習しろということだと思います。去年はねレールは練習したんですけども、自分のねスキルレベルに合ってないことをしてしまって怪我したんで。超待って、今のマジでえぐい。今回はねちょっと滑ってみたところのちっちゃいレールがあるんで、そのちっちゃいレールで基礎のあのスケボーでできる技をやろうと思います。今回の目標は、まあ、ボード系とか50とか、まあ、基礎技5個ぐらいできたらいいなと思います。ではやっていきましょう。はい、ではねとりあえずボックスを練習しようと思います。難しい。登るのがしんどいですね。まあウォーミングアップはこんなもんでしょう。そもそもねこのレッジ全然スピードがつかないんで、レールをやろうと思います。なんとかメイク。5つ技頑張ります。バックサイドボードスライド、ボードスライド、50-50、リップスライド、ボードスライドの書き換えです。まずボードはメイクしました。次フロントボード、
次はちょっとフロントボード怖いんで50します。50は本当にもう死ぬかメイクかです。まっすぐ行ってかけるだけ、ビビったら死ぬ。結構奇跡かも、興味スケボーと一節ある。体重を背後に、ですよね。死にかけたわ。とりあえずフロントボードとバックボードと50はメイクできました。あとの2個はちょっと難しそうですね。最初リップします。なんかそっちの方ができそう。やったことないですけど、まあスケボーの感覚でやってみようと思います。あ、これ簡単よ。もうこれはスケボーと一緒ですね。簡単です。普通にレイでフロント50するみたいなノリで肩を回すだけ気がします。もうこれはスケボーと一緒ですね。簡単です。スノボ危ないかも。スノボ危ないかも。てか今初めて知ってんけど、レールもエッジかかんねんな。切ってるわ。できたよ。はい、ラストバックボードからの掛け替えやります。スノボのいいことはスケボーと違ってぐるぐる回れなくて、あのハイクアップしたなんかしきれない。一回にかかってる時間と労力が違うから。あっ無理やわ。よっしゃ。マジで肩をもっとひねらなあかんわ。もうちょっと綺麗にいけそう。できない。簡単だね今の。どうでしょうか今のは。ちょっとラスト1回だけやるわ。メイクします。
これが今の僕の限界です。疲れました。下山しましょう。はい、という感じで終了です。結構ね、レールは技増えたし復活したかなと思います。またね、多分今シーズン何回かスノボケの動画は出していくんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。今回はこの辺で終わると思います。もしよければ高評価、コメントと、あと登録お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。お会い